レッジョエミリアに残るエミリアカイドウ、アイミリウス氏族は古代ローマの氏族の一つ。共和制ローマ初期から失政官を排出したパトリキ系の家系である。共和制前期に独裁官を出したマメルキヌス家はその後も失政官や失政部官を排出している。その後も様々な家系で失政官を出しており、特にパウルス家は第二次ポエニ戦争より、 コルネリウス氏族スキピオ家とは親密な間柄であり、共に血縁関係を通じて元老院で中心的な存在となった。小スキピオのようにアイミリウス氏族からスキピオ家へと養子に出た例もあった。エミリア街道はそれを建設したマルクス・アイミリウス・レピルスに由来し、エミリア・ロマーニャ州、レッジオ・エミリア県、その県とレッジオ・エミリア、 モンテッキオ・エミリアなどもその系譜である。またエミール、エミリオ、エミリー、エミリア、マクシミリアンといった人名もこの種族に由来する。マケドニクスのピュドナの戦いでの勝利を記録した碑文、マルクス・アエミリウス・レピルスを刻んだデナリウス銀河紀現前58年、アエディリス・クルリスだったマルクス・アエミリウス・スカウルスが行った競技会を刻んだデナリウス銀河。ありがとうございます。